オリ3連勝。楽天オリックス24回戦、オリックスが楽天に8対1で勝利。オリックス勝ちました。余裕だったな。ムクノキは球が軽いな。勝ったけどムクノキ心配すぎる内容だわ。宮城よく頑張った。宮城6勝目。セデーニは引き続き軽打モードで頑張って。渡辺の2点が効いたな。若月調子ええな。茶野さん大活躍。楽天負けました。終わった。なんだかんだでオリは楽天よりは自力がある。ここにカードのオリ戦1勝5敗。戦略室から4指令出てそう。ホームで弱いのどうにかして。オリックス先発宮城7回無失点。宮城素晴らしい。宮城ようやっとるよ。宮城よう踏ん張ったわ。オリックスリリーフムクノキ1回1失点。ムクノキ完全に捉えられてたな。ムクノキ全部外野に飛ばされとる。ムクノキ来年復活できるんかな。楽天先発滝中 4.1 回6失点。滝中はようやっとるよ。滝中各編集量か。滝中変えても同じ実力の P が出てくるだけでした。楽天リリーフ鶴崎1回2失点。鶴崎が止まらなかった。鶴崎はもう何が良いのかわからん。鶴崎は今年までかな。オリックス打撃成績セデーニ先制タイムリー。さすがセデーニ。セデーニはええやん。茶の2点タイムリー。茶の良かったな。茶の覚醒してしもた。クレバヤシリヒ。クレバヤシナイス。クレバヤシはできる子。渡辺2点タイムリー。渡辺ええやん。渡辺は引っ張った方が良さそうね。若月タイムリー。若月すごい。若月覚醒やん。茶のミヒ。茶のナイス犠牲フライ。茶のさん追加点大きいよ。楽天打撃成績小深滝。小深田の最低限。小深田が完封すした。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。